機内丸型貨物船とは、大阪商船が運航した貨物船のクラスの一つで、1929年から1930年の間に、三菱長崎造船所で4隻が建造された。大阪商船のというのみならず、日本の貨物船建造に新機嫌をがしたクラスでもあり、日本における本格的な高速ディーゼル貨物船時代をもたらしたという点で、開示史に残る。 金字塔の一つでもある。派生型として、関東丸型貨物船が横浜選挙で2隻、南海丸型貨物船が三菱長崎造船所で2隻建造された。太平洋戦争では3タイプ8隻全てが日本海軍と日本陸軍に徴用され、全て失われた。本稿では、主に建造までの背景や特徴などについて説明し、船歴については、 略歴の形で一覧としてまとめている。単独項目として作成されている船に関しては、そちらも参照されたい。大阪商船の北アメリカ航路は、アメリカ西海岸のうちのシアトル、タコマを結ぶ航路があり、貨物は大陸横断鉄道を利用して東部に送られていた。東海岸への航路は、第一次世界大戦後の1920年に7隻の 所有船をもってニューヨーク船を開設したのが最初であるが、対戦後の不況と潜伏過剰により業績は上がらなかった。しかし、業績が上がらなかったにもかかわらず、アジアとニューヨーク間の二役量は増加傾向にあった。ところで、大阪商船は1924年から1925年の間に日本最初のディーゼルエンジン搭載の商船となる。 温度丸急火客船を就航させたのを皮切りに、くれない丸、サントス丸急火客船といったディーゼル船を続々と就航させていた。後に、実に当社は我が国第一のディーゼル船船種であると自負する大阪商船は、苦境打破のために研究を重ね、ニューヨーク船向けにディーゼル貨物船を建造することとなった。大阪商船は、 この新型貨物船を6隻整備することにしたが、うち4隻を自らの手元に残し、これが機内丸型貨物船となった。残る2隻については、1927年4月に大阪商船と共同で洋船専門の海運会社を設立させていた岸本機船に建造させ、長期洋船契約の保証を行った上で、大阪商船の手で運航されることとなった。 この岸本基線建造分が関東丸型貨物線である。さらに、後述する機内丸型貨物線の成功でライバル会社が高速ディーゼル貨物線を投入する動きが活発になってきたことに高応して、ニューヨーク線の補強のために機内丸型貨物線を改良した貨物線を2隻建造した。この追加建造分が南海丸型貨物線となる。北陸丸の読みは、 北六丸である。機内丸型貨物船は、建造に際し、低新商とロイドレジスターの特別監査を受け、一般貨物区画とは別に冷蔵貨物室や、シルクルーム、危険品質を別個に設け、デリックも従来のものより、強力なものを装備した。姉妹船に位置づけられている、関東丸型貨物船は、その機内丸型貨物船と、基本的な要目は禁止しているが、 大阪商船との契約が満了になった後の使い道を考慮して独自の設備を有していた。線形はハンブルクの試験所で決定し、水仙間町は機内丸型貨物船より5メートル長く、型芯は若干浅めに作られた。また、機内丸型貨物船の搭載機関が三菱がズルツアーと提携して製造したディーゼル機関搭載なのに対し、 関東丸型貨物船は、満世の機関を搭載した。機関という点では、南海丸型貨物船は、機内丸型のズルツアー型とも、関東丸型のン型とも異なる、三菱長崎造船所が独自に開発した MS 型ディーゼル機関を搭載した。MS 型ディーゼル機関とは、ズルツアー型をはじめとする当時の大型ディーゼル機関が、効率の高くなかった。 空気噴射式を採用していたのに対し、ビッカース社が開発していた無空気噴射方式を応用して、機械効率や燃料消費率を劇的に改善した二気筒機関である。その純国産の MS 型機関の第1号機から第4号機の搭載先として選ばれたのが、南海丸型貨物船の二隻であった。MS 型機関はその後大いに採用され、 アルゼンチナ丸9価客船に11気筒タイプのものが、日本有船のミ池丸9価客船20気筒タイプのものが搭載されたが、11気筒タイプは、製作当時世界でも、前例のない船舶用大型ディーゼル機関であり、太平洋戦争前の日本が製作したディーゼル機関の長尾を飾った。昭和5年6月29日、第1戦、機内丸は、諸女公開で、 ニューヨークの都に着いたが、途中気候のロサンゼルス到着の時点で、従来は23日を要していた、横浜港とロサンゼルス間の所要時間を、半分の11日6時間半で踏破し、早くも脅威の的となった。ニューヨークへは25日17時間半で到達し、これも従来の記録35日を、約10日も縮めた。ニューヨーク到着時、アメリカのマスコミは、機内丸を、 日本はまるで鉛筆の芯のように違った船を持ってきた、と評した。機内丸型貨物船の出現は、日本内外の貨物船や流通業界に多大な衝撃を与え、昔ながらの西海岸諸港から大陸横断鉄道に積み替えて輸送するルートに変わり、東海岸の都市に直接物品を輸送する機内丸型貨物船にニーズが移っていった。その背景には、 例との関係でキートを一刻も早く輸送する必要があったためでもあった。また、三井物産船舶,舶部や国際汽船、川崎汽船といった国内のライバルの海運会社も陸続として高速ディーゼル貨物船の導入に薬起となり、結果的には海外の海運会社に持っていかれていた日本産のキート輸送を日本の手に取り戻す契機となった。当然、 西海岸諸港経由のルートでの輸送を頼みにしていた流通業に打撃を与えたが日本に限ってみれば大きな打撃を受けたのは T 型貨物船を中心とする貨物船体を有していた日本郵船である昭和8年時点での横浜発のニューヨーク航路におけるキーと輸送量は大阪商船4998票川崎汽船21336票 三井物産2万750票に対して日本郵船はゼロであった。キートを積み取れない日本郵船の貨物船はフィリピン産の砂糖ぐらいしかめぼしい貨物が残っていなかった。日本郵船も決して無策ではなかったが、浅間丸や氷川丸など命令航路向けの新鋭価客船の導入時期と重なって投資に限界を示していたこともあり、ライバルが 高速船をぶつけてくるのを当面はただ見ているしかなかった。日本郵船が本格的に貨物船対刷新に取り組み、第一陣 N 型貨物船を投入してくるのは1934年のことである。太平洋戦争では日本海軍が機内丸型貨物船と南海丸型貨物船関東丸を徴用し、日本陸軍が関西丸を徴用。 1944年末までに7隻が沈没し、残る北海丸は、食来損傷の修理中に、スラバヤで終戦を迎えたが、インドネシア独立戦争に巻き込まれた後、爆発事故により失われ、世界を驚かせた、機内丸型貨物船とそのファミリーも、記録と記憶上のみの存在となった。なお、関東丸型貨物船2隻は1937年に、岸本機船から、 原田汽線に移籍したが、鎮田を航路などを経営していた原田汽線は当時、大阪商船が全株式を所有しており、事実上大阪商船の一部門的な存在となっていた。原田汽線は1943年11月に、戦時統合で大阪商船に九州合併されるが、関東丸型貨物船の創出は合併前であり、大阪商船の 大の字のファンネルマークをつけて運行されていたものの、大阪商船が直接所有することは修正なかった。この点は、同じ原田汽船の所有で大阪商船が要戦し、ガダルカナル島の戦いで格座放棄された九州丸と同じパターンである。ありがとうございます。